ぶっちゃけもう2年前からみんなで撮れなくなってしまったんですよ、まあ、日本の声優は特にその集団で撮るという本当に職人芸のようなあの世界で撮っていてだけどそれがその一切できなくなって音声だけを聞いてやるっていうのもできなくはないけれどそれとはクオリティがもう全然違う。呼吸の音とか動いてる 気配とかそういうものも全て受けてお芝居というのは成立しているので本来はそれが一切遮断された2年間でおそらく声優はかなり長いこと一緒に撮るということはできないだろうと思うのでその間にその文化として失われるものがものすごく大きいということを危惧しています。